どうもこんにちは。こんにちはでございます。おこんにちはでございます。はい、サマッパメガホンもありがとう。ちょっとね、だいぶ順位が下がってるんで、バッツリ上げたいんでね、ぜひ応援よろしくお願いします。何十万ポイント入ってる？25万ポイントか。そんな空いてないまだ。ん？はい、9個の10倍ナイス、ありがとう。配信やるだけや、負けちゃうじゃん。負けたくはないよ、イベントに出たからにはね。そう、ただちょっと聖杯がないと勝ち目がなかなかないので、ちょっと聖杯が欲しいね。うん、で本日は炎上ニュースより先に、炎上ニュースのオチをお話ししたいと思っております。いや、聖杯一応8時だって。8時頃にしかできないって話が出てるんで、20時、うん、1個は20時からしかできない、この時間帯できないらしい。誰か持ってたらいいんだけどね持っておりませんかえ、どなたか。まあ、持ってない方は豚犬象アニバーサリー、はい、それをどれかいただければ。ありがとう。配信見れたら20時も見に来る。ありがとうございます。20時も見ていただいて助かります。はい、見てください。また、でもイベントってなんかもうイベントばっかりのしんどいからさ。おい、ポンの方いいんですか、ここ投げ。あらおう、うーわ、テンション上がる。サンキュー、10個もいただいちゃったよ。1300、これなんかこれ1300円もするの、これだけで。あ、20個くれて、あれなにこれ。だからばらけていっぱいいただいて、あ、区の方もね、ありがとう。 OKOK、 テンション上がる上がる。はい、2個投げます、サンキュー。まあ、なかなかちょっと今回ね、本当にね、聖杯が当たりにくいらしいからね。あ、昨日投げようとしてくれてたの。いや、わざわざ昨日投げようとしてくれてて、今日すぐ来てくれるって、優しさの塊やないか。20時に置いといてくれてもいいけどね。うん、ありがとう。だから20時から聖杯と。起きられるかな俺。眠たいよね。なんか昨日なんかあのキャンプ場で会ったんでしょ。でキャンプ場で会ったあれは何なの、あの炎上は一体何だったの。なんか俺のわけに流れてたんだけど、うん、夜にまた投げて、ありがとう。今日睡眠時間、今日2時間、うん、5個、ありがとう。うん、5個投げてくれた人誰これ。あ、王の方ありがとう。はい、さあさらに50倍きた。オッケー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 、ペペペペペン、ナイス。聖杯当てたけど、当てるために投げると聖杯使われた時にアイテム投げた方がいいのか迷います。いや、これはね、もう正直ね、あの聖杯を当ててくれる方に回してくれた方がいいと思うよ。うん、花屋さんと青さんの、あ、それ知らんな。なんか山田が青になんちゃらみたいなやつ。いや、最近寝れてない理由は、ちょっと俺株やってるじゃない。でこう前半がちょっとこう、前半でいつも終わって、あとは後半ほったらかしにしてることが多いんだけど、最近ちょっと前半も後半も見ないといけないなっていう状況がちょっと続いてて、で本当やったらだから12時過ぎぐらいにちょっと寝れるんだけど、だから寝れてない状態が続いてる。だからなんだよ。いつ今投げてくれたらいいよ。うん、花、これ花だから、あのタイのハーブ、うん、タイのハーブをぶち込んでおります。あ、あれ届いたよ。リスナーさんがね、いいって言ってたやつ。届いた。これ。
よいしょ、うん、ハーブをぶち込んで鼻をスキッとしてる。よいしょよいしょ。住所も違うからね。おはよう。1個バー持っていこうか。サナブメガホンありがとう。ほら思ったよりでかいね。アイリッシュウイスキーなんだ。バスカーというね、バスカーというお酒です。はい、なんかちょっとこう剥がれてるのが怪しいな。うん、どうやら美味しいらしい。でこれ3種類の樽で熟成した滑らかな味わいで、ハイボールやジンジャーエール割りもおすすめですので、これ買っちゃいました。リスナーさんがおすすめだって言うから買ったんだけど、2つセットしか売ってなくて、うん、ウイスキー、アイリッシュウイスキー、俺角瓶しか飲まないんだけど、これがかっこいいね。見た目が、そう見た目が洒落てるよね。うん、ちょっと置いとこうか。おしゃれだ。そう、昨日キャンプでなんかあったらしいんだけど、その内容ちょっと分かってなくて、キョンポロとマウのこと。キョンポロってなんなん。あ、たこ焼き屋の人が養分伊藤もなんか怒ってたみたいな。養分伊藤が本来行くはずだったのに、そのポロっていう人のせいで行けなくなったみたいな言っとったな、 X で見た限りだと。あ、マウが途中で帰った。それが何なん、途中で帰ったらどうなんだろう。まあそこまで詳しい話を知ってる人はいないか。うん、おー、エビちゃんナイス、パンツ売りの少女ナイス。いいんですか、おじさん、おじさんたちに感謝。女性もいるらしいけど、5個だけ僕キャリトス。男性バナナ選手権で女性配信者たちが男性のバナナを、はい、なんかちょっと話を聞いて、ちょっとなんかあれっぽいね。なんかその男性ポロちゃんのダメ出しが出て、企画の途中でポロから呼び戻されたというのは、だから自分の一物を女性配信者たちに見てもらうみたいな企画に、マウがはいはいはい、基礎ポロが嫌がってマウを来た。はいはいはい、なるほどね。うん、なるほど、はいはいはい。まあそれはまあ付き合ってたらね、あんまそんな見てほしくないって思うもんじゃないの、普通なんじゃないで、それを言った時に、はいはい、うん、自分の企画より女を取って悲しむなるほどね。まあそれ配信者なのかどうなのかっていうところね。配信者ならそれぐらいいいだろうっていう形ってこと。いやまあちょっとあんまよくわかんないけど、それはまあ内容としてどうなんだろうね。難しい。別にミニラさんがショックを受ける必要性はなさそうな気がするけれど、まあ嫌ならしょうがないで終わりそうだけどね。いやまあまあそのキャンプはまあわかるんだけど、キャンプに志願することと、そのそういうものを見せ合うことっていうのは、まあまだ別の話じゃない。それも決まってたわけ。そういうキャンプでそういう風なものを見せ合うっていうのも確定してたってこと。それは付き合う前なのか付き合った後なのかちょっと分かんないけど、うん、毎年恒例でもウッキー断れたから断ってた。まあ、断ればいいんだよ別にな、嫌ならね。ああ、ほんで帰ってなんか空気がしらける感じか。いやちょっとしらけたみたいな感じになったってことかな。
別に断るだけでよかったのになんか帰ってしまってその企画自体がもう全部なんかあれしてしまったみたいなね、うん、俺ならその企画のために参加しますか、あそういう一物を見せ合うみたいな、いやそのまま加えてくれるんだったらやるけど、加えてもくれないのに嫌だけど、お前も女も脱ぐやったらやるけど、なんで男だけは見せんだよ、女も女を見せろよ、うん、どっちも脱げよ、うん、お前らのそのなんか乳首選手権やったるよ、うん、別にね下ぐらい見せてやるけど、お前らも何か脱げって言う、その男女ばっかりそんなもんね、何言うとんねんって話よ、えミニラさんが加えるんやったらやるかも、うん、ミニラは下手くそだったって一緒言ってやるよ、愛がないっつって、うん、やらないなら全員にファンタを投げろとミニラが言って、そうなんや、いやひどんなさんってあの人ってほんまに男好きなん、女装家じゃないん、普通のガチで男性が好きなん、その辺ちょっと分からへんねんな、あ男が好きなんや、あそうなん、うーんそうなんや、ガチ系やったんや昔から、最初から配信が始まった瞬間からそうなん、ひでママが参加してた頃からひーちゃんたちの楽しみ企画だったから、怒るなら参加した舞うだけにすればよかったのに、他の参加者までヘイト向けたからあれって言った、あ怒るなら参加した、要するにその、そんなものに参加してるのは丸々だみたいな、あの下品だとかどうのこのこう死の子のそのポロさんが言ったってことね、そういうこと、うん、ポロはキャンプの参加を断られた、うん、あなるほどね、あそれであの養分のなんかそういうことやってるとリスナーたちにも嫌われるみたいな発言か、はいはいはい、彼女が配信者の男をつまらなくさせるあるあるだけどね、まあでも別に俺はそこに関してはまあだから他の人に言ったっていうのが問題なんだろうね、だから自分の彼氏だけで、ね、そういうことをする男とは付き合えないみたいなことであればまあ普通じゃない、うんね、それはまあ普通として、やっぱりその他が合ってなかったんだろう、その他に言っちゃうところがね、他の人たちは別に参加したかったらしたらいいわけだからね、うん、はいはいはい、なるほどね、そんなのを参加しようとしてる彼氏がダメだっていう話だけならまだしも、その他の話になっちゃったってことね、参加した人間とか企画を立ててる人間まで悪く言っちゃったってことか、なるほどそういうことね、確かに分かりやすい、うん、まあ、それはねあんま良くないね、言わない方がいいと思う、うん、なるほどなるほど、まあ配信者の彼女が男をつまらなくさせるっていう言い方はまあそれはどうかと思うけどね、でそれなら付き合わなきゃいいから最初からね、そうでしょ、まあ、彼女なんか作らなくていいじゃん別に、そんなこと言うならね、責任が取れないとかそういう風な話し合いができてないんだったら別に彼氏彼女じゃなくて遊べんだからさ、こんにちは、あそれよりみんなこれくれた、もう今みんな全員男性の下半身見ることが楽しいかどうかわからん、自分はついていけませんいやまあ、あのいきなりフェードアウトしても君の元々の印象があまりにあの強すぎて、あのどうしてもそういう方面から離れにくいところになってきてるけどね、うん、はい、いらっしゃい、ありがとう、
キャンプ企画ってあんなに盛り上がるんだね。いや、キャンプ企画ってそんな盛り上がる印象ないけどね。面白かったんじゃない今回は。たまたま、うん、普通に面白かっただけでしょ。単純に他の人たちがキャンプやったらそんな毎回集まるかってそんなことないと思うよ、うん、なんだかんだね、みんな陽キャ的なものが好きなんだよ。陰キャが多いから、うんね、ネットっていうのは陰キャの人が多いから陽キャに憧れてるんだよ。みんな陽キャが遊んでることを見て、あ、自分もこういうことやってみたいなとか楽しそうだなっていう気持ちがを満たすんだよ、うん、ね。友達いなくてキャンプしたことないです。うわ、友達いない系のやつか君は。まあ、ちょっと飲んでりっぽいとこあるもんな、ムチタンな、うん、ケンスケも言ってたけど、やや飲んでりだもんな。なんてことで、まあそうでしょう。俺は全然陽キャじゃないね。まあ難しいね、陽キャではないかもね。うん、まあ陰キャだね完全に今となっては。うん、陽キャの間で生きてきたんだけど、まあ結局ネクラだね、うん、そういう流れです。サンキュー。プラチナさん、え、プラチナ俺下がった？ありがとう。お前さ、もう一個下でいけるね。ゴールドプラスになってほしいけど、うん、ゴールプラになってください。そしたらまた配信者応援イベントで戦える。配信者応援イベントがいいんだよ、うん、最近全体的にランク下がる人が多い。そうな、俺もう正直ランク何でもええからランク何でもええで全然気にしてへん、うん、ちょっと待って。うわっ、うざ、下がりがって。パンちゃん爆投げし飛んでた。パンちゃんって誰？パンちゃん、パンちゃん誰か分かんない。パンちゃんって誰だ。俺とイベント被ってた人、マンスリーめっちゃ強かった子。パンちゃん知らんわ。見たら分かるんじゃない、うん、爆投げ師が飛んじゃったの。まあそれはね、配信やってたら常々つきまとうもんだからね、いつ何時いなくなったっておかしくないから。それはどの配信者だってね、うん、最近投げる人減ったみたいで、プラがプラチナにゴルプラがポーゴールドで。そうなんや。いや俺悪いけど、ふわっちやってないからね。うん、それなんか下がったっていう、なんか俺が爆投げして減ったみたいになってるかもしれないけど、うん、俺イベント全く出てないんで、むしろ下がらないとおかしいでしょ。こんだけ1ヶ月2ヶ月放置してて、逆に下がらなかったら俺どんだけもらってたんだよ。まあでもこの、はっきり言ってこのランクで3位ってダメだね、うん、ダメダメ、うん、もう爆投げし飛んでるわ。パンちゃんの爆投げ師がパンちゃんリスナーと恋愛関係になってブチギレていました。あ、それもあるあるだから、あるある、うん、配信関係ある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 ね、そして爆投げ師とその誰かがつながる、リスナー同士がつながってどちらも配信に来なくなるっていうね、うん、でもう本当にね、その流れが大抵その流れです。うん、で勝手に喧嘩してひょっこり戻ってこようとするんだけど、お互い戻ってこれなくて、なんか相談だけ来るみたいな。誰々と付き合ってたんですけど、こうこうこうされました、なんとかなりませんかねみたいな。なるわけないやろお前みたいな、知るかっていう。配信をしてたからなおさらだよ。
パンちゃんっていう人に投げてた人間が男性だったんかな。でそのパンちゃんっていう人のところのリスナーの女リスナーと行かれたってことで、ブチ切れてたの。いやそれはもうしょうがないよな。それはいや完全に仕方ないと思います俺は。そのムカつくんかな、まあ、ムカつくっていうか俺は別にムカつきはせえへんねんけど、配信を始めてしまった時点で俺からするともうライバルじゃない。配信者って全員ライバルだからね。そう、まあ、関係性はちょっとこうやっぱ変わってくるよね。リスナー同士でくっつくことめっちゃある。だからリスナー同士が過度に仲良くなりすぎるなよっていうのはそういうところで、うん、だあんまり仲良くなりすぎるのは良くないのよ本当は。仕方ないよね。ゴーコーありがとう。いいんですか。おいしょ。いや本当に良くない、うん、リスナー同士が仲良くすることはできる限りやめてほしいとは思っているんだけれども、止められないから、うん、止めらんないからね。そうもうしょうがない、うん、こればっかりはもういくら言ったとて、うん、そうそうそう、揉めたらいいし、そうやろ、もうみんなもそう思ってるやん、まあ、絶対そうなんだよ毎回毎回ね、うん、女リスナー多い枠は男リスナーもそれ目当てに出会い中が増える、うん、まあだからその結局俺のとこ見に来てて、その人たちも暇だとか寂しいからっていう時間を埋めたいから来てるわけであってね、かまってくれる人の方がいいなって思うのはまあ仕方ないんだけどね、うん、あるよ結構あります。はい、あのスーパーアラディンチャンスのあの女の人ね、ちょっとこう気のきつそうなあの人か、うん、まあ、爆投げ師が飛んだって、まあそれでも強いんじゃない、そこそこアイテムもらってそうだから、うん、ニコ生時代はね、まああったよ、うん、ただニコ生時代はその時は良かったのは、まだ良かったのはね、お金が発生しなかったんだよ、うん、だからまだ良かったんだよ。もうね、やっぱこうやってお金が絡み出すとね、あかん。例えばうちの店がやってるやん、でうちの店の中で誰かと付き合って2人ともお客さんとして来なくなるとかね、うん、そのパターンはこっちからするとまあそのなんつーのまあえって思うわけ、うん、付き合ったからもう店来ませんみたいな、いや逆にもっと金落とすよみたいなイメージわかります、うん、お前ら何のために来てたみたいなさ、お金発生しなきゃ全然いいんだけどね、うん、はい、中途半端なネズミありがとう。富士山登るんですか、登ってこいよお前、うん、はい、クラッカーありがとう。富士山は登るためにやるんじゃないんだよ、見るためにやるんだよ。だからそういうところでちょっとなって思うところはありますよね、うん、でもまあそこまで言ったとしょうがないから、いくら言ったとて、ね、ちょっと早かったかこれ買うの、うはい、クラッカーありがとうございます。耳たぶさんいるなぁ今このタイミング、まあちょっと終わってからがいいか、でも一応20時からにしてあんねんけどな、うん、ありがとう。誰も持ってないんだよね他聖杯ね、まあいったもんだなぁ。まあ最近はね、そのなんかリスナーさん同士がどうたらこうたらみたいな話が聞かなくなったんだけど、これ聞かなくなったっていうのは何なのかっていうとね、それだけ俺がリスナーさんと距離が遠いと思う、近づいてない、昔みたいに近くないんだよ。そうだから余計だと思うわ、そういう話を聞かなくなったのは多分あるんやで。だって裏で聞いたら、えこの人そんなとこまでツバつけてんのみたいなやついるもん。俺は知らないけども誰々がよそから入ってくる話ではあるんだよ、
N さん今日もありがとう。ご婚なきゃ OK。 オフ会とかなくなったしてない、うん、しなくなったな、オフ会とか。でもその店ができてからも店で来てくれたらいいやっていう感覚しかないからさ、そっちしかないからオフ会っていうの開かなくなったかな。やっぱり爆投げしって配信しちゃうと群がるリスナーや配信者も多いから恋愛に発展したりするんだろうね。そもそも、まあ、爆投げしてる人間が配信始めましたっていう考え方って、まあなんか なんつうんだろう、最初はそこで爆投げしてて知名度が出てきて、あ、なんか誰々さん誰々さん優しいな誰々さん優しいなみたいになってきて名前が出てきたら、そこで金投げてるよりも自分が配信した方が、あのなんかあのかまって時間的にかまってくるしちょうどいいかみたいな、もうみんなそういう考えになるよね、うん、わざわざここで金使ってこの配信者にかまってもらうのも自分でやればいいかみたいな。でそこで知られてるうち、ほんでそこで知ってる人たちがリスナーさんで来てくれて、まあ、結局ね、うん、まあ結局だよね、うん、ちなみにそのなんか付き合ったっていうのは爆投げ師にキレてたのか、それともリスナーさんにキレてたか、どっちなんだろうね。それも気になるね。そのパンちゃんでした、その人がどっちにキレてたんだろうね、うん、ちょっと気になるねそれ、うん、はい9個、あ、じゃあ9個じゃない、9倍ありがとう、あ、10倍、はい、来てください、いつでもね、ぜひ来てください、ありがとうございます。いいよ、10倍来てるで、いいで、素晴らしい。あのアイテムのところにもしかしたらトロフィーが出てる可能性もあるからね。あ、この人もね、ありがとうね、ショートカットで、このやっぱセクシーだね、この写真ね、合コンだけ、あとすぐアイテムを見るとトロフィーが勝手に自動的に入ってる可能性あるんでね、皆さん、あの有料アイテム使ってくださった方は一回確認してくださいね。実はこれ持ってたんだみたいなパターンありますんで、これないと思いきや実はありますんでね、どうぞよろしくお願いします。5個ずつでも、でも25万ポイントだったら5個ずつでも10個ずつでも投げてくれたら追いつけると思う。まあ赤のメガホンも投げてくれていいよ、うん、まあ実はイベントには意味ないんだけどね、イベントに意味あるのは金のメガホンと黒のメガホン、うん、まあ、黒のメガホンは金のメガホンが当たるんか、当たりになった時黒になるんか、あそこのなんかサバッパのやつがね、うん、はい、こんにちは、眠たいわ、本当にこの時間帯寝てるんだよ、今日まだちょっと寝られないからね、これイベント頑張って夜8時にまた起きなあかんと、肌荒れが止まりません。変にマクドナルドも食べちゃったし、ただ俺もちょっとあのマクドナルドの月見の最新版のやつも試してみたいなっていう気持ちはあったんだけど、まあ盛岡食ってたんでね、赤メガは誕生日つぐ、いや違う違う、ああそうね、誕生日の時に、誕生日の日に投げてくれて、あのデイリー1位を狙うっていう、それが一番かもね、うん、ありがとう、はい、アニバーサリー5個、ナイス、今日もありがとうございます。20時から今日あれ、あのトロフィー使ってもらうからね、20時からだから20時から、おっ来た2倍、 OK、あれですん、大阪在住 OK、 ありがとうございます。だからほんで炎上ニュースの話なんだけど、今日はあのそのトロフィーでね、あ、トロフィーじゃない、まあキャンプで、いろいろな問題があったということですが、皆さんはどう思いますかっていうお話ですね、キャンプ内で、そういう、まあ、女性付き合ってる女性配信者が彼氏を帰らしてその場をしらけさせたと。でただその内容が、その男性の一物を女性たちに見てもらって審査をしてもらうみたいな内容だったそうだと。これはどうですか、皆さん的にはどう思われます、それは。そういうふうなことを彼氏を送り出しておいたというか、そういうふうなことをすることによって
彼氏が叩かれてしまう、そういうことをやってしまう女配信者は下げまんだと思うのか、それとも違うか。誕生日の日に投げてくれた方がいいかな、デイリーの方が。まあ別に誕生日の時でもいいよ、そんなあの任せるよ、うん、どちらでもいい。誕生月からだからといってそんなふわっちでバチバチ配信しないから、うん、できないと思うんで。佐藤さんも普通に怒るんじゃない。まあ一人でブリブリ怒ってるだろうね、多分あの辺はね、うん、だけまあでもその結果、まあ、その彼氏を帰らせるだけじゃなくて、まあ、その企画に参加してた他の人間までディスってたっていうポイントがダメらしいけどね、うん、そうらしいけど、うん、中ちゃん嫁は買ってこいよって言ったらかっこよかった男性特有のノルもあるだろうし、いいと思います。まあこれはもうなんか既婚者の人とさ、なんかまた全然内容が違うっぽいよな。いやマジで、右父の冷蔵庫の話。いや右父の冷蔵庫連絡した、なんか3万って言っていいなと思ったんやけど、やっぱ送料かかるから、送料が高いじゃん、うん、どうしてもね。送料がなければね全然いいんだけど、仕方ないこれは、うん、ミニラが膨張率が勝負だと何回も言っていました、男性のね。まあそれも人それぞれね、膨張率もそうだし硬さとか言う人もいるし、いろいろいるよね、うん、3万円であの冷蔵庫はいいでしょう。そうなんだよ、やっぱ冷蔵庫ってあの精密機械みたいなとこあるから、あんまり倒したりとかするのも良くなかったりするしね、うん、じゃあそれを例えばトラック借りて取りに行って持って帰ってくるって考えたら全然得にならないでしょ。そんなもんだ。はい、3個ありがとう。うん、深夜相沢山田リリーさんが喧嘩、リリーさんが頭おかしいぐらい相沢に吠えてて山田がニヤニヤしていました。なんかやっぱり相沢ってリリーさんに対してはプライドを持ってんのかな、多分なんか持ってんだろうねやっぱりね。あれあいつとそんな年齢、あいつ何倍やったっけ、あの相沢ってあのおばちゃん、あいついくらぐらいやった、あの人、あのおばちゃん何歳、40、あほな俺と変わらん、俺同級生やったっけ、あ同級生かで、50のリリーさんにキレてんの、なるほどね。憧れすぎてる。まあでもそういうのあるんじゃない、本気ガチで、うん、憧れてるところあるんじゃないか、ガチで。これ勝ったらあかんぽいけど、やめとこう、もう一回触る可能性あるしな、買うとこ。嫉妬心、ちょっと待って、ちょっとこれ今日また3時まで寝られへんな、これ下がるんかな、下がるなら全部売っとかなあかんやな、これどうしようか、迷うな。お金持ちで綺麗あ、リリーさんね、うん、もうでももうふわっちに取り憑かれてるからね、うん、完全にもう完全にふわっちに取り憑かれてしまってるから、人生あとどうしていくつもりなんだろうね。どっかで見切りつけないと一生ふわっちで楽しんでしまうね、ふわっちだけになっちゃうね、うん、一応20時からの予定で考えてるんですけど、うん、できれば今の時間帯パーンってやってさ、ドッカン行きたいよね。今2位といたら20時からの聖杯で1位までいけちゃう可能性まであるぜ。クラッカーありがとう。
クラッカーサンキュー。一応ね40号さん、その予定でいてる。俺がもし寝れなかった可能性をちょっと考えたら怖いけど、寝れると信じて、寝れるとか起きれると信じて一応頑張る予定です。はい、サンキュー。あ、イベント出たからにはね、ちょっと頑張らないといけないからな。なので、まあ来れる人たちは20時からまとめて投げれてくれたらいいかもしれない、うん、まだこのイベントやって聖杯1個しか使ってないからね。1個ってやばいよこれ。ちょっと自分でも驚いてるよね。今有料飛んでるしいけそうかもね。どういうこと？1位に？あ、今そういうことね。今この時間やってもでしょ。そうなのよ、この時間帯正直あの狙い目穴場だと思うね。特に炎上ニュース終わったぐらいの時間一番狙い目やで、うん、誰も配信やってないしね。ただあの持ってるこの時間帯、あの今いる耳たぶさんが忙しいらしいんだよ。そこはちょっと問題だね。で他に持ってる人がね当たってないでしょ、みんな。そこなんだよ、今回みんな当たらないんだよ。耳たぶさん2回当たってるのにね。いや、肌の穴綺麗にしてるわけじゃないね。あのハーブをぶち込んでるだけだから、うん、前の聖杯は勢い乗ってる時だったし。え、じゃあ今は勢い乗ってないってこと、うん、どういうことそれは。あ、俺は今、じゃあ今は勢い乗ってないからお前は今無理だっていう話をしてってこと、うん、まあ鼻炎みたいなもんかな。前がすごすぎたんだよ。でだからそれはどういうことだ。今はもう無理だよっていう話をしてるってこと。よくわからないんで、そういう発言が。それはだから、それだからどうしたんだっていう話なんだよ、うん、だからもうやめとこうっていうこと。その先を言うてくれんと伝わらんで。いやだから1000個に1回なんだけどね。いや4回欲しいね。ファンタの20倍で16万ポイントなんだよ。だ16万ポイント4回いければねいいんだけど。はい、ありがとう。それぐらい必要だね。ああ、ええわ。はい、クラッカーありがとう。で、こいつは45分で 何が言いたいの本だから。まだ答えへんのかいこいつ。はい、クラッカーありがとう。やれやれだぜ。はい、10個ずつ投げると当たりやすいって耳たぶさんが言ってたよ。はい、5倍 OK。本当か嘘か知らんけど、10個ずつ投げて2個当たってますからね、うん、はい、ありがとうございます。だから10個ずつでやっていってるらしい。はい、サンキュー、ありがとうございます。ありがとう。はい、クラッカーもありがとうございます。はい、10個ありがとうございます。オッケー、10個ありがとうございます。ナイス。もうなんかどれがどれかわからなくなってきたわ。ちょっと、ね、とりあえず2位まで何万ポイントかちょっと見とこう。23万ポイントん2万ポイント縮まったのか。23万ね。 OK、 残り23万。23万ってことはファンタスティックの20倍がやっぱ2回出ないときついのか。今聖杯使った方が持ってんの。3号さん聖杯今持ってるんやったら、いや、まだもうちょっと待とう。炎上ニュースが終わってから使おう。うん、
炎上ニュースが終わってからちょっと使いたいですね。そこで行きましょう、うん、いや持ってないんかい。持ってなかったらあかんやないか。はい、エビちゃん5個ありがとう、サンキュー。犬なら33倍で一発。あー、犬の20倍ね。あ、そうなんや。8320、ほんまやな。8320、え、20倍でしょ。ん、33倍、33倍ってことは8320、ほんまや。26万ポイントぐらいいくんや。犬当たらんからね、あれ。うん、私持ってんの45号さん。あ、でもちょっととりあえず炎上ニュース終わるのちょっと待とうよ。とりあえずね、うん、とりあえずちょっと待って。犬ね、あれほんとね、5半分とかあるからね。うん、まあやっぱイベント中は豚がいい気がする。パルの炎上ニュース全然面白くない。パルパルが興味ないからね。パルパル自身が炎上ニュースやりたくないんだ、あいつは。まあ、あの義務的になっててやらなくちゃならないという名目でやってるだけで、パルパル自身が飽きちゃってるから炎上ニュースに。早く切りたくて仕方ないんだ、あいつは。放送ね、ちゃちゃちゃっと稼いで、もう次早く行きたいから、次に早く、もう一瞬でね、行きたい、うん、炎上ニュースの落ち話もやったじゃん。落ち話もキャンプの話でしょ、あれは。うん、アイテム一つ、でも80ポイント入ってたけどな。70やったっけ。80入ってたよね、昨日。俺も70やと思ったけど。パルのナイスが600いかないと炎上ニュース終わらない。ああ、だから、ナイスとかを集めるためにやってるってことか。まあ短期間でね、うん、忖度ニュースには飽きました。まあやっぱ忖度豚って言われてるからね。あっこまで露骨にやっちゃうとね、うん。山田枠のリリー vs 相沢。ちょっとお前、相沢の件なんかほんまに知らん、全く知らん。その相沢の件はって言われても一個も見てないから分かんない。うん、マジで一個も見てないから分かんないけど、それはどういう風に終わったの。相沢がボロクソ言われて終わりましたっていう内容なの。いまだにバトルしてるってこと。忖度込みだけでバンされたことある。あ、まあでもすぐ解除するでしょ。山田は対立煽り的な。まあでも盛り上がるでしょ、それは。結構盛り上がったんじゃない、わかんないけど。盛り上がりそうなネタじゃん。まあでも正直、そのだから相沢っていう人間がもうもはや何言おうがね、え、誰も相手してないからね。あのおばちゃんの話はほんまに誰一人として興味ないでしょ、もうあいつに。みんな興味なくなっちゃってさ、次の相沢を見つけないと。まあ、フェイがいて、そっから相沢が来てってなったけど、もうみんな飽きちゃったからね。うん、もう3ヶ月ぐらいみたいな。そうやろ、だから話題聞かなかった、最近全く聞かなかったからね。パルはこの頃話題ないから、最後はいつも彼女と喧嘩芸です。あのだから炎上するとさ、フワッチがバンになって永久バンとかさ、なりすぎるから、あんまり過度なことができなくなってきてるんじゃない、うん、でそれ誰やねんみたいな話題ばっかりになっていって、うん、だからどん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 平和になっていってんじゃないか。でもその点さ、TikTok とかもさ、結構炎上してるネタがなんかあるらしいやん。それやのにあそこって、まあ、誹謗中傷もあかんし、暴力的な発言もあかんし、よくもまあそれで成り立ってるよね、あのサイトね。うん、はい、クラッカーありがとう。山田と相沢が昨日会った。そうなんや、山田と相沢会う関係まで行ってるんだ。昨日一昨日ぐらい話してたよね。
山田こする、まあいいじゃん、な何のネタもないよりは何かネタをこすってくれた方がみんなは楽しめるわけやん。やっぱりね、あのふわっちはやっぱ炎上ありきだから、炎上とかそういう一つの敵をこすっていくっていうのがまあ一番いいことだからね。まあ、中にはそれで、あのもう会津アナが取り上げんじゃねえよっていう人たちもいると思うけど、うん、はい、5個ありがとうございます。今日もです、いらんことしいのよ、まあ、そう思ってる人もいるよね、だからね、山田に対してはね、うん、ありがとう。まあ、これは非常に難しいところですけど、まあでも今ね、あのマンスリーも何位だったっけ、4位かなんかで400万か500万ぐらい稼いでる人間ですから、ふわっちの中ではそれだけありがとう、面白かったと思ってる人が多かったっていう、多いってことだね、うん、現状そういうことだよ。やっぱりフットワークが軽くて何でもこう首を突っ込んでいくタイプの人間って、まあ、あのネタに尽きることないからね。だから一番いいんじゃない、ふわっちみたいなのが浮いてるってことだよ。ふわっちドリームだね。あ、そうそう、なんかあんまりもう持ち上げるなみたいな、そいつを持ち上げてくれるなよみたいなね、うん、そういう風にね、うん、あ、よかった52号さんいいでしょこれね、頭がねスッとしてね、そうでしょ、使ってくれてありがとうございます。またいいやつがあったら教えますね。おっさんがいいと思った商品は多分若い人にも受けるんだよね。おっさんがいいんだから、そうでしょ。このイベント終わったらちょっと出かけたいな、本当に。もうこのイベントをなんとかうまく円滑に終わらせてね、気持ちよく出かけられるようにしたいです。どこに、分からへん、それは海外は無理やで、海外行ける余裕はないで、さすがにまだ。それはちょっともう11月ぐらいに行くっていうあの目処で考えてるから、そこまでちょっとしっかり貯めていこう、はい、クラッカーありがとう。なあ、そうそう、もう外出てスマホが熱暴走しなくなりそうなね。もう9月末ぐらいになってきたら十分マシなはずやね。まあ、まだちょっと暑いよね。脂肪吸引器アイドル見た目サノッチやね、ありがとうございます。もうちょっと涼しくなってくれたらな、ええんやけどな、まだ暑いで、この時間で33度やで、30度下回ってくれたらねいいんだけど、まあ10月まで下がらんか。でも今月はもう出かけるよ、もう家に居すぎてるから。そう、サノッチ、あの早食いのサノッチ似てるわ、うん、言われない、見た目が似てる、アイドル要素いこうな、やっぱ言われるでしょ、そうでしょ、似てるよ、うん、脂肪吸引器って。はい、クラッカー3個ありがとう、ナイス、どうぞ、ありがとう、キラキラ。大事な人います。出会いは求めてません。結構ね、あのそのタイプ多いのよ。でサノッチもね、あの最近すごい痩せてきたんですよ。すごい痩せてきました、本当にありがとう。で、あのいよいよ糖尿病が悪化して死んでしまうんじゃないのかっていうね、そういう状況まで彼はなってるんですけど、120キロある。やっぱりそういう顔つきの人みんなデブなんかもしれん、うん、サノッチ顔って全員デブなんだ太ってようが痩せてようがサノッチ顔って全員デブなんかもしれないね。ね、そうなんですよ。いや今日あの森岡健介、うちのマネージャーがね、あの牛丼ミニ3つと、マクドナルドを買ったんですよ。配信で食べるって言ったんですけど、あのおっさん配信切りましたよね、謎に。あれは食べるつもりがないっていうことなのでは。あ、どうするつもりなんでしょうね。なんかこうアレンジして作ればいいのにね、うん、どうせならなんか牛丼だけ食べてもなんか飽きるだろうからアレンジすりゃいいのにね、うん、
なんかちょっとやればいいのにな彼はね。まああの星のカービィの、フィギュアをねちょっと集めてやってるんですけど、いや食べなかったらまあ叩かれるだけでしょ、うん、やっぱあのケンスケさんの立ち位置で食わないは多分まかり通らないというか、それでやるならそれやっちゃうとさらに応援してもらえなくなっちゃうんじゃない。まあもうあの体なんで食べないに越したことはないけどね。いやほんと死んじゃうよあれ。もう120キロになりましたとか言ってさ。でこれね、これ言わせてほしいんだけど、俺放送でコメント書いたりとかしてるやん。まあ唐揚げも食べてとか言ってるやん。でもあれってあの人ほら一食唐揚げなんか一日一食にしてる、一日一食しか食べてないって言ってるでしょ。じゃあ唐揚げ食べとけばお金が浮くわけですよ。でも彼ってもう唐揚げ以外に食べてるんで、だから絶対いつも言うね、いやーもう全然食べてないですけどね、あの納豆ご飯しかって、納豆ご飯何合食べてんねんっていう話やん。だからやっぱちょっとそこを考えて危険だから、ちょっとなんとかしなあかんねんな、うん、ほんでね盛岡から届きました、必要なものセット、盛岡必要なものセットね届きました。これねまず欲しいもの、ガスコンロ1、ガス、カセットガス多め、トースター2個、包丁2個、まな板2個、ガスと IH で使える鍋2個、ガスと IH で使えるフライパン2個、炊飯器1、各調味料2以上です。ね。だからアホみたいになんかいっぱい言ってきたんだけど、いらんだろ全部。なんだそれトースターって。フライパンで焼けよ。ガスコンロ使えよガスコンロ。いらんだろそんなの、うん、いやっていうかね、そもそも IH とかいらんねん、あのコンロ、ガスコンロをだから買えばいいんで、ガスコンロでグリル付けのやつを買えばいいわけですよ、うん、それを用意したいんだけど、ガスがまだ通ってるかどうかまだ連絡来てない、うん、なんかあの一人用のさ、単身用のさ、こんな小さいなんかあの IH のクソみたいなやつがついてんのよ、あんな使えないから、うん、だからあのガスコンロ、毎回毎回そのカセットコンロでやってたら大変やん。だからこうガスコンロをお互い一つの部屋にね置けるかどうか、どっか置けると思うんだよねガスコンロ。もしかしたらガスが通ってない可能性があるんだけど、そんなこともないと思う。多分ガスも通ってるはずなんだよ。やっぱりキャンプの話題だから、そうでしょ、キャンプの話題だって誰かが謝罪みたいな、それしかないんだから言った通りでしょ。だから言ってない、ガスのあれの話だよって。もうその話終わりましたよね、どっちが悪いかどうかっていう話でね、うん、終わりました。セレブマネージャー、それがやっぱできないってなったら、どっかで家探してそこに住んだ方がいいよな、うん、カセットコンロとか IH があると配信で鍋とか焼肉とかできそう。だからもうあれやったら全部あれで行かせてもいいな、もうあれだけホットプレート、うん、ホットプレートだけでもええけどね。はい、ありがとうございます。まあ、包丁とかあの辺はね必要だとは思うけれど、うん、一口だけのレビューって初めそうやろ、一口だけのレビュー、しおりさんが店、あ、まあ飲んでる系は無理、うん、飲んでる系客商売向いてない、うん、全然無理やね、うん、あのこれを言ったらお客さんが嫌がるかもしれないみたいな考え方を持てない人はできへん、それは無理や、うん、全然全くだから向いてないお客さん、まあそうそうそう、全くもって向いてない、ね、
まあ、この人は今やられてる仕事が向いてると思います。最も向いてますね。いや向いてんのか、まあでもなんか向いてるんだろう、うん、一生懸命でね、うん、で送られてきたアパマンショップじゃなくて、不動産サービスのところで連絡をしたんだけど返事は返ってきません。イコールないってことかな。健介は何もできないだから体を張れ。いやもうだから体を張ることができなくなってんだよね。もう歩くこともできないし、うん、何もできなくなってきてるから、だからまあとりあえず痩せたいっていうことでねダイエットをしようとしてると思うんだけど、うん、あそうか、え今日火曜日じゃないの、今日水曜か、今日水曜日か、あ今日水曜だ、そうだ水曜は休みだ、うん、水で流れるってね、うん、いやでも優しいでしょ健介、何もできないって言うけどあの人ってね、今日でもほらとある方が事務所にさ食べ物送ってくれてさ、レンチンとかあんなも全部送ってくれてるわけやん。優しすぎるでしょね、ああいうその愛されキャラなんだやっぱり、なんだかんだ言って、うん、あてかもう暇してたら電子レンジ、あのそうか、まあいいや。健介さん合宿の免許分からへんまだ血管詰まって急に倒れないか心配。いやほんまにな、うん、あの息の仕方がもう呼吸の仕方がさずっと喘息の人みたいになってるよね。だからあれはもう、あ、さ、アップルウォッチあげるっつったよね。アップルウォッチあげないと。あれどっかにあったよな、アップルウォッチ。あれどこやったっけ、アップルウォッチあったはずなんだけどね。あっ、あった、これあれか、これあげるか、ふわっちでもらった景品、新品。チープカシオとか言ってさね、全然チープじゃないね体の肥満児がね何がチープカシオやつって、新品だからこれ。まあ SE だけどね。あ、いいじゃん、ベルトもついてる。白か、白はなんかちょっと一番似合わせそうだよな。まあでもいいや、これあげるわ、健介さんにあげます。でもこれ充電器ついてないんじゃん、ついてるのかな、これは使わないからね。どうする、これで心拍数とかあの辺も、まあ、見れるだろうし、命に危険があるっていうのも出るだろうからね、命に危険あるだろうし、あ見てみ、伊沢さんこれ届いた、これバスカアルコール度数 40%、700ml でこの値段やからやっぱちょっとそこそこするよね。角瓶よりはだから高い、ね、見た目はかっこいい、渋い、うん、置いてあるとかっこいいよ、このバンって。まあ味はちょっとまたおいおい確かめて、うん、まだみんなちょっと見守っといてあげてほしいんだよ、健介さんたちのことをね。これもう一回匂い出すとね止まらないからね。まあ俺の想像やけど多分心拍数140ぐらいいってんじゃない、130ではないやろな、
140から150、下手したらもっといってるな、あれ105、60いってるやろな、相当やばいだろ。はい、ありがとう。うん、もうハゲないことはもう確信してる。絶対にハゲないと。むしろ逆にちょっとハゲさせてくれって思ってるぐらいのところもあるから。うん、お母さんみたいな人でしょうね。うん、もちろんやっぱ見ててね、ちょっとでもあれしてあげたいなと思うんだと思う。まあ、かと言ってね、やっぱりね、あの人もなんかあの中途半端に盛り上げたい欲がある人だから、いや本当中途半端でみんなが盛り上がるんだったらって感じでやっちゃうけど、もう今多分あの血糖値スパイクで倒れてるんじゃない。今どうなってんだろうね、あの人何してるか分かんないから今、うん、まあ一応イベント出てるみたいで、ちょっとねなかなか厳しいところに出てるみたいですが、なんとか3位以内に入りたいと。3位以内に入るのはなかなか厳しそうな、ね、ところでしたけどね。まあそれでも最後までね頑張って、うん、まあちょっとでも応援してもらえるようにね頑張るしかないんだ。いや運動じゃないと思うよ。運動で痩せられる限度なの知れてるからさ、まあやっぱ食生活だよね一番大切なのは。運動じゃもう無理よ、あの手のタイプは。もう体重は、うん、1日どんだけ歩いたとてそんなんでカロリーが消費できるものじゃないよ、うん、で食事なんだけど、ちなみにあれ吉野家の牛丼のあの3食食べるっていうのは彼が個人でやりだしたことなんだよね。そう、なぜか知らんけど第2弾やりますとか言ってやって、うん、で毎回完全赤字ってやらんでええやんって牛丼代1800円ぐらい毎日払ってさね、有料アイテムゼロって何のためにやんのって思うわ。俺ら絶対やんないあれ、うん、そのだからせめてそれの代金もらうまでは俺はやらないけどね、俺なら、うん、いや多分だからそのまああの人なりの盛り上げ具合盛り上げようとしてるんだろうけど、やっぱりちょっとねあのさすがにゼロ円はやばいよ。うん、ゼロ円はダメだ。もう配信やめろって。配信やめたら配信やめたら飯食っていくのきついでしょ。さすがに。あの人は配信でも応援してもらえると思うんだけどね。なんかやっぱちょっとこうまあ今のところ配信をちょっとやったりやらなかったりとかね、あとは店のことでも結構動いてくれてるからね。まあ、なかなかそういうところもあって。ちょっと配信が続けられないところもあるんだろうけど、はい、オレンジさんクラッカーありがとう、サンキュー。いやもうね多分都市的なもんでやっぱりちょっとこう年齢的なものもあってあのきついんだと思う、いろいろ、うん、多分そうよ、やっぱどうしてもきついんだと思う、なんかこう頑張るところが、うん、まあコンカフェ巡りするのはね彼はあの結構あの趣味らしいから、コンカフェでちょろっと飲みに行って遊びに行けるぐらいのねお金ぐらいは稼がしてあげたいよな。真剣にダイエット企画やればいい。だからあの人自分でも言ってるけどそれは無理やと思う。だって161センチで体重が120キロでしょ。俺より重たいわけでしょ。俺でも120キロ台ってなったらお尻が老けないみたいに言ってるもんだ、言ってるわけだからね。そんなレベルなんだから、それは彼からしたら、もう命、それはきついよ。うん。何のコンカフェ？いや別にその何のコンカフェっていうのはないけど、コンカフェ嬢が好きなんでしょ、うん。そういうところで働いてる系の女の子がやっぱ好きなんじゃないかな。コンカフェとか。キャバクラよりもコンカフェの方が好きなイメージあるね多分。はい、クラッカーさんありがとう。この間も3000円ぐらいで遊んできましたとか言ってたけど、行った時間30分って
30分で3000円やったらまあまあ高いやないか言うて今思ったらな、30分で3000円って結構高いよ。そうやろ。まあいやでもやっぱりさ、こんだけ頑張ってね、一日毎日結構お店のためでも動いてくれてるからね、だからそれぐらいの遊び娯楽はねやらせてあげたいんだけどな、うん、そうだ、食事だけで痩せてるから、だから毎日食事をとる配信をやらせるか、毎日食べてるものと体重測定と。まあでもな、バーで立ったりとかしてね、バーでお酒とか飲むとそれもきついんだろうな、多分な、なかなか。お茶飲めばいいのにな、でもな、どうせ目の前でお客さん来てるわけじゃないんだからさ、うん、あの人だからあれやリベルサスじゃなくて何やったっけ、あれ新井やったっけ、あれ買ってもいいやんな、新井やってもらおうか、あの人絶対できるわ、新井 100% いけるやろ、いけないわけないやん、うん、新井やるか、新井チャレンジ、一月でどれぐらい痩せるかやってみるか。うん、油がお城から出てくるらしい。完全に炭水化物、それは無理やろ、完全に炭水化物を抜くのは無理や、抜いたらあかん、そんな、うん、炭水化物も必要だから、三大栄養素だからね、炭水化物は炭水化物で取らないと。洗いチャンジする、まあでも営業中ずっとうんこ行かれても困るけどね。トイレが油まみれになる、カモおむつ必須、そんなレベルな、洗いそんな油出るんだ。じゃあ例えばさ、ほんまにその糖質オフのやつじゃなくて、あの脂質オフのやつを食べていったらすごいことになるかもね。うん、自転車でどこか走らずチャリンコ乗れないんじゃないか、もう120キロだったら、しかも暑いし、うん、いやだからもうね、今の段階でね、そういうね、厳しいことをするのは無理だと思う。だからやっぱりちょっとずつね、体重を減らしていくためには、まあご飯からだね、うん、でもご飯を食べないっていうのはね良くないと思うから、うん、ご飯をちょいちょい食べるため、食べながら、うん、洗いってね誰でもできるわけじゃないんだよ、あれ誰でもできるわけがないから、やってない人が多いんだよ。そうそうそう、だから結構いろいろめんどくさい。ちょっとトイレ行ってくる。
メンタルの薬を飲んでいたらダメになる？体型的にはね、十分 OK だと思うんだけどね、うん、体型的にはね。いや、飲んでないやろ、メンタルの薬なんて、うん、いや、知らんけど多分飲んでないと思うよ、彼はね。ダイエット外来に1回行ってからそっからスタートしましょう。その彼が行くってこと？ダイエット外来にそんなことまでするかな。めんどくさ、案外めんどくさがりだからね。いや普通に痩せれると思うよ、うん、1ヶ月ねアホみたいな食い方しなかったら、うん、おもちゃじゃないから、おもちゃではないですよ皆さん、勘違いしないでくださいね、うん、まあ、おもちゃにしていいのは俺だけね、うん、皆さんはおもちゃにはしたらダメです、ね、皆さんはメンテナンス、ね、しっかりメンテナンスをします、うん、好きな人ができたら痩せそうあの人がねまあそれもあるかな、今までどうだっただろうな、今まで好きな人はできたことはあるとは思うんだけどね、うん、ありがとうクラッカー。いやちょっとそこはわからない、うん、痩せたところ、まあでも痩せた時は一時痩せたんだけどね、ちょっとね、うん、ダイエット外来は適切な指導と薬も処方してくれます。まあ適切な、俺さよく思うね、ダイエットってどうやって痩せたんですかみたいなさ質問する人いるやん、あの誰でも分かる話を、そのどうやってって何やねんって逆に何パターンあんねんって俺思うんだよ。はい、ヤバタニエさんありがとう。何パターンそのあるんだってね。そうでしょ、ダイエットなんてどうやって痩せたって食事をどうにかするしかないだろ普通に考えて。はい、クラッカーありがとう。ダイエット外来で意識がすごくある、そうな、あの禁煙セラピーみたいなもんでやっぱあるんかな、ダイエット外来結構良かったりすんのかな。まあ、だから結局リベルサスとかその辺をその処方されるわけでしょ、うん、いやあのね、デブが意識弱いっていうのはこれはね70号さんの思い込みなんだよ、うん、これはあの全てのデブが意識が弱いと思っていただいたらそれは大きな間違いなんだよ。そうじゃなくてあのまずは、痩せようとしてるかどうかが大事だから、うん、痩せようとしてるのに痩せられない人間は意識が弱いんだよ。世の中誰しも全員が全員痩せたいと思ってると思ったら大きな間違いなんだよ。わかる？痩せたくないというか別に痩せることに興味がない人も世の中たくさんいるから、いくら人から何を言われようが俺は好きなものを食べるしこのままで過ごしていくと思ってる人はいっぱいおるんだよ。だからデブイコール意志が弱いは大きな間違いなんだよ。クラッカーありがとうございます。ファンタスティック飛ばへんかな、テンション爆上げのぶち上げのさポエーンつってポーンいかんかこれ。はい、3個ありがとう。ゴールデンメガホン定期的に欲しいなこれ。まあもちろんその薬とかでね太っちゃう人たちもいらっしゃるだろうしね。そうありがとう、でもデブって一度はダイエット経験者ばかりだよ、ね、何の統計を取って言っとるね。どこにそんな統計あるんや。共通点はめんどくさがりや、うん、まあそこはちょっと何とも言われへんな。だってその面倒くさがり屋って別にデブに限らず人間なんて面倒くさがり屋でしょ。いや俺はねやっぱりねちょっとねあの意志が弱くなってきてるね、うん、昔に比べてやっぱ意志弱くなってるな。自分の思うもうわーってこんな意志弱かったかいなって思っちゃうね、うん、だいぶ弱くなってきたと思います。はい、意志が弱いって俺はね、うん、俺は自分自身が意志が弱くなったかどうかって言ったら意志が弱くなってきたと思う、うん、
ただ君が言ってるみたいにデブイコール意志がなんか弱いっていう発言をしてることは違うと思うっていう話で、矛盾しててくさ、もうだからもうお前はまたあの出てまた来た、これまた来たか、話分からずやモード入りました、また病人来たか、理解力がないのに絡んでくるやつまた来た、一日一回来るんだよな病気、うん、お前もうだから病院行って見てもらってこいって、人が言ったことを理解ができないんですけどどうしたらいいですかって診断書もらっていてくれ、絶対取れるから、うん、もうやばいからお前は、うん、もうあの本当にお願いだから、もう何も言わずにそっと引いてほしいね、もう本当にお願いしますよ、そっと眠っといてほしいよ、遺伝子検査で何を食べたら痩せやすいのか分かります、あ、太りやすいんじゃなかったっけ、痩せやすいやつが分かるんだったっけ、遺伝子キットみたいなの売ってるよね、うん、まあ結果的にね、葉っぱたぬきにしたらほんと強気に話すね、何とかよく分かんないです何とかよく分かんないです、もうとりあえず気持ち悪い、うん、もうだから喋らない、もう今言ったからね、うん、理解力がないバカは喋りかけるなっていうことを今説明したんで、喋らなくて大丈夫ですよ、うん、もうバカなお前なんだから、うん、俺が今言ったことを理解せずにその発言が出てる時点でお前がバカだってことを言ってるんだから、いや本当に喋りかけるのはやめましょう、お願いします、もう理解ができてないバカなんだから絡まなくていいんだよ、分かったね、お前はバカにされてるの今、めちゃくちゃバカにされてるんだよ、まあフワッチはもうすぐバンにしたらおしまいだけどね、ブロックしとけば、だからその理解ができなかったら次もブロックよ、もうあの絡む時間もったいないから、お前みたいなアホと、話が理解できないやつ絡みたくないんだ俺、あれ5万円ぐらいする、え、遺伝子検査キット、だから遺伝子検査キットで確か送られてきて鼻の粘膜か唾液かなんか送り返すんだよね、そしたらなんかデータが送られてくるみたいな、でそれはその人にとって何が太りやすいとかこういう風にしたら痩せやすいみたいなやつが返ってくるらしいけど、実際それで痩せたとかっていう人があんまり話が聞かないからちょっと何とも言われへんな、その辺ちょっとわからないね、でもまあ結果的にね、そんなものあの別に遺伝子キットみたいなやつを調べて何が太りやすいとか何が太りにくいとかそこまであの気にする必要ないよね、はい、クラッカーありがとう10倍、いやそのそこまでして食いたいんかって話なんだよ、だからそう いちいち遺伝子キットを見て、あ、自分はこれ食べたら太るんか、じゃあそれをあの食べないでおいて違うやつを食べようという、その食べるという欲望が消えない限り一生デブだろうからね、だからやっぱダイエットしてる時とか痩せてる時っていうのはもうご飯を食べたいっていう感覚ってあんまなくなってるからね、ノリに乗ってる時はむしろ食べないで体重が減る方が嬉しいみたいなね、そういうモードに入らないと、まあ痩せてはいかんわな、うん、だから結局そうやってあのずっと食べることに執着して、例えば0キロカロリー面でもそうだけどね、うん、そういうのを食べたい、お腹張らしたいみたいな状況がやばいんだろうな、はい、そらちゃんありがとう、仲良くしましょう、ピースサインありがとうございます、よろしく、米が太るって書いてあったけど米食べた方が便秘にならなくてよかったです、あ、便秘まで変わった、そのあれで、うん、まあ、お米はね非常に、体にまあいいとされてんのかな、お米が体にいいかどうかちょっと分からへんねんけど、まあ、栄養価的なもので考えるとそんなに良くはないやろお米って、
そこまで言うほどね。顔変わりましたか？変わりました。うん、まゆちゃんに憧れて、あのサンシャイン前に憧れて、あの顔を変えるようにしました。糖尿病になりやすいらしいね。あ、お米食べてると、まあ、糖質高いからね、うん、まあでもお米美味しいやんか、うん、あの美味しいお米をね完全にやめるっていうのはやっぱなかなか普通の人は難しいですよね。はい、クラッカーありがとうございます。クラッカーサンキュー。なんか全部を我慢するのはちょっと難しいんでね、まあ、ちょっと減らせするのがいいのかね。麻雀イベントの詳細だけど、何だ麻雀イベントって、うん、9周年クラッカーありがとう。麻雀イベントはちょっとよくわからない、何か、うん、全くもっと知りません。ふわっちの音、もうイベントだらけで何がどうのイベントかようわからんわ。私の友人の食いしん坊さんは1日1食とかドカ食いで8キロ痩せました、いいのか分かりませんが、まああんま良くないんだろうね、分かんないけど。田中みな実は1日米を2合。まあ結局ね、体質だからね、その人が何かをやってたからといって自分もやったら痩せれるとか、まあそんなことはもうないわけで。ただあの絶対にあの間違いなくこれだけは言えることは、あの消費カロリー以上に食べ物を食べなければ太ることはないと、それだけはもう科学的に医学的に証明されてるわけだからね、うん、そんなもんなんでしょう、うん、今月はふわっち、いやこれイベントだけやで、うん、このイベントを出てしまったがためにふわっちをやらないといけないだけで、このイベントが終わってしまったらふわっちはそんなに、ふわっちじゃなくてもどこでもいいでしょ、配信サイトはね、ツイキャスであろうがどこであろうがね、あの興味のある人は追っかけてきてくれてるからね、うん、どこでもいいんだよ別にでもずっとふわっちで配信やってるとするやん、どっちかでやらないとやっぱなかなか、やっぱこうこの間も言った、さっきも言ったんだけどね、ふわっちってね、やっぱ配信やり続けるのはね、メンタルに来るところがあるよな、うん、いや本当にメンタルがやっぱ来るよ、うん、こうお金をもらうためにその人たちに何かいいものを提供しないといけないというこのプレッシャーでね、なかなかこう負けてくるところがあるよね、うん、その点ツイキャスは楽なんだよ。ツイキャスってそんななんか気を張らなくていいからね、昨日ボクシングで井上尚弥と会った人は1日で体重を10キロ戻したって言ってました。井上尚弥がそれに言ってたね、俺相手にそんなものでボクシングできると思うなよっつってね、うん、そう、やっぱツイキャスと違ってフワッチはさ、まあ、課金サイトじゃない、課金してもらわないと意味がないサイトでしょ、うん、だから意味がないサイトで、それでこうだからニコ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 とずっと金が飛ばない状態で配信をやったりすることってストレスじゃん。そうでしょ、そんなもんだよ、軽量級は海外だと層が薄いからもう敵はいない、井上尚弥ね。どうなるんだろうね、こっから先また階級を上げて戦っていくんだろうね。すごすぎるだろ井上尚弥、やばいよね、とんでもないよね。西成の肉のまっちゃん店主がこれなんて書いてある、殺されたって書いてるのかな、これもしかして
刺された、殺されたなんかな、これ読めないな。殺されたっぽい。56も無理なんかな。56は書けるんじゃないか。逮捕か、逮捕っぽいな、これ。あー、ちなみに西成の、肉のまっちゃん誰か知らん今なんかちょっと書いてくれてたけど、肉のまっちゃん知らんな、誰なんやろな。うん、まあ、知らんね。西成では有名な人なんか知らんけどな。肉のまっちゃん知らんな。西成行くことないからね。そう、西成は行くことないんだよ。あ、見たよ、ツイッター。うん、結構大きいチビちゃんがいてびっくりしました。そんな風に見えないよね、うん、若い時に産んでんだろうな、相当。ちょっと驚いちゃったよ。そやろ、あんま知らんやろ。そ、何で逮捕されはったの、その肉のまっちゃんは。そこの方がちょっと問題だよね、うん、肉のまっちゃん逮捕理由、どういう理由で逮捕されたの。肉のまっちゃんって言ってことは焼肉やないのな。なんちゃらの売買、これはしゃぶか草かな。ああ、そうなんや、薬物なんだ。薬物やろな、多分これアンダーバーで書いてあるってことは。自分で肉のまっちゃんっていう名前ってことは、それ商売やってはる人でしょ。商売やってる人で薬物の売買もやってたってこと。そりゃ大変だ。うん、ちょっと一回肉のまっちゃんで調べてみるわ。ちょっと待ってみ、ちょっと待ってて。有名な人かもしれんからな、うん、あれなんだ。はいはい、どうしました？タイトルが、パルの炎上ニュースのうち話しますっていうタイトルになってるんですけど。はい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 。これどういうことですか？これ なんでこんなことするんです？ほら、無駄に引っ張って誰しもが知ってるネタ話すだけじゃないですか。それはそうです。昨日起きた出来事を話すわけですか。そうだから、あの、前もって話しとこうと思って。だから営業妨害ですよね。いや、営業妨害じゃないでしょ。営業妨害の何者でもないよね。いや、やっぱりね、もう時代は変わってきて、担当職人に、ほら、もう先ゴールを知りたい人多いから。いや、それはみんなも分かってる上での、うん、ですよ。放送見てくれてるわけですから。あ、そうな、そうなの？そうなんですよ。だから、そんな、うんこたれみたいなことしないでくださいよ。俺、その香川さん見たくなかった。いや、今後ね、あの、パルパルの炎上ニュースの30分前に炎上ニュースやろうと思ってんね。パルパルの、パルパルのタイトルを当てる炎上ニュースやろうと思ってんね。なんでそんなことするんです？で、全部ネタ話して、当たってたらラッキーだなって。どうそれ。絶対良くないですね。いやいや、そしたらほら、パルも、その、それと違うネタもっと探そうってこう、頑張るんじゃない？いやいや、いつも頑張る。いや、30分前にやられたら、1時間前ですか。じゃあ1時間、香川さん、え、でもこれ大事なのが、昼の12時前に起きなきゃいけないっていう試練があるんですよ。みんな、いや、みんな6時半から7時から起きたはんねん。あ、そっかそっか。うん、そうそう、君だけや、そんな時間まで寝てんの。なるほどね。うん、でも香川さん、どうしたの。話はちょっと変わるんですけどね。うん、富士山を一緒に登るって話は。いやいや、一緒に登るって一個も言うてませんよ。いやいやいや、ほら、一つも言ったらいいよみたいな言ってなかったです。いや、全然全然、それはだから一応考えさせてもらうっていうことは言ったけど ね。で、急にその考えはどうなってましたか。あ、富士山、ええ、今のところはちょっとやめとこうと思ってるね。やっぱ富士山登るって今年1回ね、うん、大事なことだと思うんですよ。うん、で、配信者としても、人としても、リスナーとしても、なんか、あの、一皮むけるのかなって。だってイベントだから、俺。え、
イベント中だからこそじゃないですか。いや、イベント中じゃないでしょ。だって俺6日に終わるんだから。ああ、そういうことですか。前半に終わるからさ。ああ、そっか。じゃあ今からですね。え？今からのりきさんの富士山かぶせて。いやいやいや、そんな富士山、そいやいや、そんなあの富士山登らんでええで、あれは。今石川のりき登ってるし。そんなこと言わないでくださいよ。いや、あなたは今までいろいろ手たらくなことしてたから自分の戒めのために登るわけであって、いや戒め、まあそうです、うん、そう、俺らだって戒めを受ける必要性ないもの。でも先駆者の香川さんを見て、うん、とか石川のりきさん見てね、登ろうってなってるんで、うんうん、そんな先輩たちの姿を見れなくなるのは寂しいです、うん、ああそうなん。そうですよ、背中見れないですよ、香川さんのその守り。うん、いや、別に構わない、全然、全然そ、金銭取って守り、守りをね、目安としてあれ、あれ、あれ着たいんです、俺は。いや、まあ、うん、だから、まあ、あの、応援してるよ、まあ、みんな富士山いらんと言ってるしね、ほんであの、やる気をそぐようなやめてもらっていいですか。いや、ほんま、だって、あの、もうみんな登った後の出がらしみたいな感じやんか。いやいや、163キロが登るっていうのがインパクトあるじゃないですか。しかも一回リタイアしてるし。うん、いや、だから、わざとそれやめたよね。わざとやめて、もう一回登って頑張ってるふりするためにさ。そんな盛大なふりしませんから。だって、富士山登るって別にちょっと歩きゃ普通に誰でも登れるじゃん。そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。いや、そんななんかすごい大変みたいな感じやってるけど、全然大変でしょ。大変なの？大変ですよ。だから登りましょう、じゃあ。だったら、いやいや、俺だからそう、富士山も登れてしまうから、もし俺の富士山ね、うん、登ってもし、うん、俺より早かったらファンタスティック投げますよ。いやファンタスティック、いや、そんなんだけじゃちょっと、さすがに。ファンタスティック1個じゃちょっとね、例えば、宿代と交通費と俺の副代出してくるならいいけど。そこまではできないですよ、お金ないんで。いや、お金ないって、パチンコも行ってるし、ポーカーもやってるし。もうやってませんって。俺ね、賭け麻雀もするでしょ。賭け麻雀してないです。俺ね、ポーカーがね、今までで一番お金かかる遊びだと思ったよ、俺。それは香川さん、前、なんか、自分の連れてきた部下たちのお金も払ってたからでしょ。いや、あれ高いよ、ポーカー。あれ、ぼったくりだよ、あんなもん。2万ぐらいの、うん。2万ぐらいでしたっけ、あれ。2万ぐらいなの。いや、まあ、そう、1万6000とか7000円ぐらいのチップを、そうそう。そうそう。うん。1万6000円を2人ぐらい部下連れてきてて、その分払ってあげてて、おかわり、だからおかわりさせてあげてたから、だから10万ぐらい使ってると思う。いや、なんか誘われるたびになんかエントリーしてください、トーナメントやりましょうとか言って行ったら、わけわからんと5000円から1万払わされて、なんか引いて、うん、でも結局飛んじゃうから何の犠牲にもならない、うん、そうよ、あんなもん。いや、すみません、だからそこはで、さらにポーカーってムカつくのが、なんか途中飛んでもお金払ったら再度復活できますみたいな、時間内だったらいくらでも復活できますみたいな、わけのわかんない謎のシステムがあって、金だけをとにかく使わそうとするアコギな商売だなと思いました。でも優勝すれば賞金とかね、そういうのもらえるんでね。まあまあそうですね、まあとりあえず7日はもう予約取ったのね。7日まで予約取ってなくて、あ、明日か今日ぐらいに。あ、今日取るんですか。今日か明日ですね。今日多分電話しても繋がらないと思う。繋がるわ。朝しか繋がらないんですよ。いやいや、繋がります全然。高橋さん、本当に宇都宮 の、あの山頂ホテルは、はい、朝しか繋がらない。山頂ホテルなんか取ったらダメよ、パル。なんでですか。いや、君一日で登れると思ってんの。いやいや、だって俺、ね、登れるでしょ。いや、2カ所は取らないと君無理でしょ。舐めてるんですか。いや、前2回しか止まったんじゃん。いや、5店舗登った男ですよ。いや、2日かけたんじゃないの。え、なんでです2日かけたんじゃないの。それは5店舗ですよ。あ、5店舗だから、今回吉田ってこと。宇都宮ですね、リタイアしたとこ。
あそう富士宮か。そうそう、あの高低差があって、まあ、頭がガンガンしてあれ休んで。500m で頭ガンガンしたってことは山頂行ったら頭爆発してんじゃん。そんなのどうか 500m で頭痛くなるやついけるそれ山頂。だからそ適してなかったんですよ。ね、適してなかったのあるかそれ。ちょっとそこら辺を考えて登ります、うん、ちょっと。あ、なるほどね。わかります。リタイアしたらかかる、叩いてください。いやもう本当もまあ俺も絶対リタイアすると思うけどね。頑張ります。だからそこは、うん、登り切って、うん、じゃあご褒美欲しくて登り切ったら、うん、よし、とりあえずね、もうあの話はね、うん、ここはもう完全なる無視で、甘えさすぐ甘えようとするから、ないだご褒美なんてそんなもん。自分の戒めで登るだけなのに、何のご褒美がいいんだあれ。絶対いらないでしょご褒美は。ねえ、前回の罰ゲームなんだから。あ、梅梅ちゃんありがとう。絶対おかしいわ。俺でもそのパルがあの富士山登る登らないは興味がないんだけど、パルがそのなんかやめようとしたところ 500m のところまで行きたいよ。どんなところまで行ってやめたんかな。でもそれだけがめっちゃ気になるわ。 500m ってどこなんて。うん、いやでも電波がないっつってるからね。いやイベント1位になるんだったらね登ってもいいですけど、イベント1位いや、やらへんやらへん、もう富士山もうええよ、うん、いや今年はもう本当に、うん、炎上ニュースがやっと終わった、無料宿泊券なんだろうあんつぶって、うん。いやだからご褒美って彼のただの自分の罰ゲームなのにご褒美関係ないだろ。なんでそこでご褒美が必要なんだよ。謎でしかないでしょ。そのなんかねえ、普通に登らなくちゃならないとかわかるけど、彼のただの罰ゲームでしょあれ。登らなくちゃならないのは当然の話で、なんでそれご褒美がついてるのそれ。おかしな話なんだよそんなの。うん、よかったね。でもね、登るみたいなんで、本当は登らないでおこうとしてたんで、あれ本当に、まあ、罰ゲームっていうか、なんかほらイベント出るから、そのイベントのためになんか頑張ってるとこ見せなくちゃならないってことでやるんだよ、うん、1回目はね、なんか前日とかと一緒に登ってなんかお小遣いもらうためかなんかのために登ろうとしたんだけど、 500m でやめちゃったの、うん、で、500m で頭が痛くなってもう泡吹いて死にそうになったからっつって、あの早々にあの新幹線乗って大阪で帰ってきたっつって、うん、おかしいだろって。そ 500m だよ。前日から富士山に行って登りますって、登って 500m で降りて、でそのままあの連絡も配信も何をすることもなく、次枠開けたら大阪で配信やってたんだよ。それはさ、誰しもがびっくりするよなって。体調悪くてめちゃくちゃしんどくてって、次、ね、登る気があったら次の日に登るじゃん。それを登りもせずにそのまま新幹線乗って帰ったっつんだから、全然しんどくなかっただろうっつってで言われてたんで、うん、でまあそれは春日がね、あの途中でやめて自分もちょっと甘えてしまいましたみたいなこと言ってたけどね、うん、でおかしいんだ。だからでそれをだから今回はもう申し訳ないっていうことで、あのじゃあイベントでやりますって言って、イベント初日にやるっつったんだ。いやもう富士山だから本当言うけどね、そんなにね難しくないから、うん、まあすごいよ、あの体験で登るのはめちゃくちゃすごいけどね正直、うん、それはすごい、すごいのはすごいんだけど、うん、まあでも自分で登るって言ったんだからね、誰かに登らされてるわけじゃないでしょうから、うん、登ったことあるって。だからあるってば、俺は登ったことがなければ俺だって登るさ。もう御殿場も登ったんだから、うん、もう登らなくてもういいでしょって感じよ、うん、今がいいんじゃないこれ聖杯ね。20時の方がいいの聖杯。皆さんクラッカーください、クラッカー、クラッカーよろしくね。
いらっしゃる方々、クラッカー、これクラッカー必要なんだよ。まだ俺3位なの、かわいそすぎるでしょ。2位に行きたいんだよ、2位に。45号さん今から行ける？マジで？じゃあちょっと待って、誰かこれファンタ行ける人いますか？45号さんが使ってくださるやつ無駄にしたくないからさ。みーさんありがとうね。まあ1個ずつでもいいんだけど、ファン、あの聖杯使ってくれたらちょっと応援してくれる？ちょっとだけいいですか？聖杯ちょっと今回ね、なかなか苦しくて厳しくて辛い状態なんですけど、すみませんけれど、え、じゃあ45号さん使っていただいていいですか？ちょっとこれ、まあもしかして飛ばないかもしんないよ、相手も分かんないこの時間帯だから、応援していただけますか？これ夜は20時使ってくれるんだよ、分かりました？いける？これマジで、よろしくお願いいたします。さあいらっしゃる方々、ポイント差ね20、わ来たー、これどなたが使ってくれた、これ、え、聖杯師吉野さん、嘘でしょ、ありがとうございます。皆さんこのタイム中5分間の間に有料アイテムください。これ豚犬象何でも大丈夫です、この最中に投げていただくと倍のポイントが出やすくなりますんで、はい、3個投げありがとうございます。象も2個ありがとうございます。ほんと一つずつでもいいんでね、よろしくお願いいたします。はい、無料アイテムの方も待っておりますよ。はい、ゾウさんも OK、 あ、来た、2個投げの2倍ナイス、4個分ありがとうございます。これほんと4個分とかでも助かりますんでね。はい、2個投げもありがとうございます。はい、ゾウも来た、これありがとう。 M の方もね OK ありがとうございます。さあ5倍めでたいふわっちくん来ました、 OK、 9周年ありがとうございます。もうここでね全力で投げてくれた方がいいです。はい、2個投げありがとうございます。夜の人たちは夜の人たちで行くんで、はい、2個投げの5倍10個分 OK ありがとうございます。ナイス、 OK ナイス、ありがとう、これでかいよ。はい、2個投げ、あ、初めての方もね投げてくださってますかね、ありがとうございます。豚2個、まあできれば俺のねイメージある豚かな、うん。はい、豚の20個分来た、40個分来たぜ、ナイス、 OK ありがとう、豚来たぞ、豚40個分 OK、ありがとうございます。まあできればちょっとねまとめ投げでドカッと投げてほしいところもありますが、どうかいける方よろしくお願いします。あ、来た、はい、10個も OK ナイス、 OK ありがとう。何個投げで、まあ10個投げずつぐらいが多分一番いいんじゃないのかって言われてるけどね。ありがとう、ペの方も、はい、O の方いいんですか、あー2個投げ嘘でしょ、10個分 OK ナイス、でも何個ずつでも大丈夫よ。あと20万歩で、こっちの2位いっときたいな、ここ2位に。ちょっとここ2位いっときたいよ。いらっしゃる方々、なんとかいける方、よろしく。2個ずつの2倍も OK あってます。ちょっとね、この時間帯だから20倍なんで、ファンタスティックの20倍が出れば、16万ポイント入ります。16万ポイント。なので、そこを狙っていきたい。はい、ありがとうございます。2個投げも OK あってます。3個投げも入ってます。もうあとちょっとでなくなっちゃう、これ。はい、5個だけの20倍、ナイス、 OK、 100個分 OK、 数千ポイント入った、これ7000ポイントか、 OK ありがとうございます。さあ皆さんこの調子で5個投げでもいきましょう、5個投げで、5個10個投げで、これ2個とかだとちょっとね厳しいかもしれないから、10個、え、嘘でしょ、10個だけ OK ありがとうございます、ナイス、 OK、 はい、ゾウ2個 OK、 あ、2個の20倍きた、オーの方 OK、 40個分 OK、 ナイス、やっぱ豚やな、やっぱ豚が強い、豚が、豚よろしくお願いします。はい、2個投げありがとう。はい、5個投げのゾウ OK ありがとうございます。初めての人、 5個投げのゾウ、血の方ありがとう、 OK ナイス、はい、2個分 OK、 真のス、あー2個の20倍40個分きたー、 OK。 ちなみにこれなんですけど、もしかしたらね、またあの聖杯が当たる方もいらっしゃるんで、聖杯当たったら教えてくださいね。はい、5個投げの2倍10個分 OK、 ペイの方ありがとう、ナイス、はい、中の6倍 OK ありがとうございます。あと何ポイントだ、ちょっと待って見させて、5万ポイントぐらい縮まったか、これで。さあ、3万、10、残り19万ポイント、残り19万ポイントでいきます。19万、5万ポイントぐらい縮まったね、残り19万ポイント。誰かファンタいけるか、ファンタ、ファンタスティックでいきたい、ファンタスティックで、ファンタで誰かいけませんか、ファンタでね、ファンタスティックできないか、あと1分ぐらいしかないぞ。
ファンタスティックでいけないか、ファンタスティックで。ちょっと待って、もう時間がない、チャンスタイムがあとちょっと止まってしまう。皆さん、はい、5個投げの豚、はい、2個投げのゾウ、オッケー、アルタスナイス。いや、これこの時間でこんだけ縮まるだけでもだいぶ違うよ。ありがとうございます、オッケー。どれだ、豚の人、これどれだ、これ豚の5個投げ、あ、ありがとうございます。うわ、30個、うわ、来たぜこれ、30、惜しいこれ、30個で出てれば、30個投げ、オッケー、あれと。もういないか、いらっしゃる方でもいませんか、はい、5個投げ、あ、ありがとうございます、王の方、はい、梅梅ちゃん、はい、1個投げ、ありがとう、ナイス。なんかちょっとお腹減ってきたな、はい、5個投げ、ありがとうございます。あと1分ないんじゃない、これいけるか、これラスト、ドカッと当ててくれ、でかいやつでいけないか、はい、3個投げ、はい、10個投げ、身の方、ありがとうございます、はい、ゾウ、オッケー、当たりが全然出ない、オッケー、あ、5個投げのグリーナさん、ありがとうございます、5個投げ、正敗当たらない、全然、これなかなかほんま今回のイベント全然当たんないらしいよ、うん、はい、身の方、5個投げ、ありがとうございます。いけないか、これ最後もう残り10秒ぐらいしかないだろう、ラストいけないか、これドンといけない、ドンとドンといけない、あー、ありがとう、5個投げの10倍、いや、でもこれだいぶ縮まった、ありがとう、ありがとう、ちょっと見させて、だいぶ縮まったわ、今使ってくれてありがとうございました。アイテム54万だから16、17万、18万、18万4000万、19万だな、うん、ありがとう、助かったわ、使ってくれて、うん、何もなしよりも全然マシだわ、本当にありがとうございます。ファンタスティックが飛んでればね、一気にまくれるところなんだけど、はい、梅ちゃん、ありがとう、桜毛クラッカーもありがとう。上の人間がね、2位が昨日キャンプで問題起こした人間なんだよな、抜いときたかったけどね、惜しいな、あと19万か、ちょっと待ってて、よし、聖杯の時に5分タイマー出てくれば助かります。あれやな、次回から使ってもらう時はこの右下の数字の時間ね、配信の時間を伝える時はあと何秒かで分かるね、うん、そうしとくわ、うん、はい、クラッカーありがとう、ちょっとお腹減っちゃったよ、ちょっとカップラーメンでも食べよう、はい、ありがとうございます。もうここまでやってもらったらちょっと負けるわけにいかないからな、あ、この人もね、ありがとう、ゴールドの人ね、うん、頑張るわ。もうふわっちのイベントで一回出たら途中でやめられへんのすげえ嫌やな、毎回だから考えるんだよね、うん、もう出んのやめようかなっていつも思うんだけど、ありがとうございます。まあ、最後までやります。今日20時からまた聖杯ね投げていただきますんで、まあ、20時から来れる人いたらぜひ20時からもよろしくお願いしますよ、うん、はい、交換しよう、あー、ちょっと掃除もしなあかん、これもさすがに汚れすぎだ、家やばいわ、ゴミダメだこれ、完全にこんなに汚れてるのはあんまなかなか体験したことないぐらい汚れてるぞ、やばすぎっす、とんでもないっす、これ時計のベルトも買いに行かなあかんし大変だな、時計のベルト変更しに行こう、ちょっと革のやつにね、夏場終わったんで革ベルトに買いに行きましょう、お箸ないのか、
カップラーメンが。もうね、あなたたちが今ファンタスティックを投げてくれなかったからね、もうひもじくて仕方ないですよ。カップラーメン生活こっちとらはね、そうよ、毎日カップラーメンだよ。カップラーメンしか食うもんがないからね、うん、かわいそうだろね。50万円ぐらい使うか、かわいそうで仕方ないよ俺。自分で自分のことがかわいそうだよね。もう40歳にもなろうとしてる男がね、独身男性が一人でカップラーメンを食べること思ったら涙がちょちょぎれるね、本当に。このままで3万7000割ってる、これ先物やば、うーわやば、これちょっと待てよ、しくったか。やっぱり60万超えたな。ちょっと待て、これなんだ、どれで超えた、三菱重工か。ちょっと待てよ、任天堂、この任天堂マジクソすぎるだろこれ本当に。待て、ふざけんなよ、うざ。まあでもちょっとここは勝ったらあかんな、まだうざー、これめっちゃイラッとするわ、これ完全やばいね、完全にやばい、これ大暴落まだ来てます。今朝はすき焼き丼食べてました。あれはもうだから配信でね、無理やり食わされたみたいなもんだよ、あんなの地獄だよね、本当にそうだよ、無理やり食わされたみたいなもんだよ。あーもうこれほんま、もう任天堂売っときゃよかった、これもう50万も含み損でる、これマジでうざいわ、もうほんまそろそろガチでうざくなってきた、これまだまだ下がるぞ、これ3万6000いっちゃうんじゃないか、これ今日の夜で大丈夫か。配信のねネタで食わされました、食べたくもないすき家のものをね、やめていただきたい、それをね、俺が食べたみたいなこと言うのは。ありがとう。ちょっと買っとくか、ここはリスクオフしとこう。これやばいよ、先物1900円下がってる、これ日経何も下がった今、なんと日経平均1800円下がってます。1800円、日経平均1800円下げ、これ2番底ついに動き出した、ついに来たか、まだちょっと早かったな。桜インターネットも買っとくか。マックも食べてました。なんだお前、会話や会話や、買っとかないと今。うざ、全然買えへん、
体何やってんだお前はと思ってるかもしれませんが、今非常に大切なことをやっております。少々お待ちください。 OK。悲しいな。金梅さんに会わないんですか。もうでももう本当に意識が朦朧としてるで、ツイート見た？金梅のツイートね、確認しましょうか。金梅のツイートね、5秒前寝てた、背中が痛い、サロンパスが必要だ、ちなみにマッサージは無理と。こちら見てください。もう頭も回らない、夢の中に住んでるようだ、気持ちの悪い感覚だ、朝飯おかゆが味がしなかった、味覚もおかしいわということで、これは一体どういう症状なのかと言いますと、あれ金梅のような、毒素をね体から取り除く、まあ、内臓がですね傷んでる人間がなってしまうなんちゃら症候群みたいな病気で、もう体の毒素が脳に回り出してると、だからこういうふうなことになるらしいです。だから本当いよいよやばい可能性があると。いただきます。うん、まあ、配信できる状態じゃないんじゃない。その前にはつぶやきで、簿記の病気は自業自得です、腹水も自業自得です、生まれてきたのも自業自得です、病院に行くのも自業自得、そう自業自得の賜物です、今日はマッサージに行きます、マッサージも自業自得です、ピラフも作ります、自業自得ピラフを、ということで、非常にこの自業自得という言葉に医薬地三平になっているという状況ですね。彼の放送は10コメントに1回ぐらいは自業自得っていうコメントが流れてるそうです。だ自業自得って書かなくたって、もう自業自得って分かりきってる話だからね。だからまあその彼がここまでひどくなる前にね、まあ書いてた人からしたら、だから言っただろうってなるんだろうけどね。わかるんだけど、当の本人は分かってるからね、自分で一番ね。もうこれから死に行くものにさ、ね、そんなひどい言い方しなくてもと思うけど、迷惑かけてきた？金梅自体が、その医者ってことの迷惑をかけてきたっていうのは、どういう、誰に迷惑をかけてきたんだろう、そういう国とかそういう話。はいはいはい、まあそのね、コメントで止めててもさ、聞かなかったっていうのは分かるんだけどさ、でそれで救急隊を呼んだりとか、そういうことで迷惑をかけたってことかな。人生はね、修行なんで、でも
たどるとさ、じゃあアルコールを作ってるやつが悪いんじゃねみたいになるよね。どうなんっていうね、思わないかっていう。ちょっと待ってな。アルチューまでは行ってなかったんかな。どうなんだろうね。アルコールを飲むのが悪いって言ったらな、アルコール販売したやつが悪いだろうっていうね。あ、そうなの。マクドはそれがおかしいっつって、そんな販売してるとかおかしいっつって、アメリカやったらマクドが負けるとかありそう。マクド、マックな、どっちでもいいだろ。こっちでマックなんか言ってたら叩かれんで。金前もだから桃奈々と同じようになってたやん。もうそれがなかったら人と喋れへんみたいな。販売してても買わなきゃいいだろうって、どえらい厳しいこと言いますね。それこれ、まあ、ちょっとこれさっき打っとかなから、ちょっと待ってな。今日これ今日の引き際で相当マイナスになるかもしれない。これちょっとほんま注意して見とかないと、大赤字になる可能性あるぞ。注意しろ。作った人間が罪に問われるか、確かにね、まあ、それは問われないんだけどね。たかし昨夜から失踪。いやもうたったの12時間ぐらいしか経ってないのに失踪って言うな。どんだけだよ。失踪じゃないでしょそんなの。すぐ戻ってくるわ。の別に配信しかやることないんだから。はい、10倍ありがとう。はい、どうも。あ、この人ね、無理、うん、で、この人はありがとうございます。山口くん、山口くんってあの TOKIO のね、でもあれの人辞めたんでしょ。 TOKIO の山口くんはね、アルコール辞めたんだよね。すごいよな。いや、本当努力家だよね、そう考えたらね。とんでもない努力家だと思う。まあ失踪芸です、失踪芸、うん。はい、クラッカー3個ありがとう。あが、ちょっと株が気になって仕方がない。ちょっとまた夜やろうかな。うん、ちょっと見とかなあかん。これもううちの自分の大金を失ったらまたみんなにあのボロクソ言って、おい投げろよこのクソ野郎っつってね、言わなくちゃならなくなってくるから、うん、マージャンイベント、そのバージャンイベントっていうのは何なんだから、それ何なんだよそれ、まあ、何でもええけど、まあ、そんな感じで皆さん本日もありがとう。昼の部ね、見ていただいて、また夜20時からやりますから。あ、ふわっちのイベントね、夜20時から